大島空港に着陸した AS365 東京アイランドシャトルは東方航空が伊豆諸島の当初間で運航する日本で唯一のヘリコミューター路線である。公益財団法人東京都当所新高校舎からの委託により東方航空が運航している。定期船の就航率が低い都島、三倉島、青ヶ島へのアクセス手段として また定期船が直行しない大島三宅島間の移動手段として重宝されている。1993年8月25日に運航が開始され、2010年1月14日に搭乗者25万人、2012年11月13日に搭乗者30万人を達成した。搭乗手続き等については、空港のある島では、空港職員が、空港のない島では、 役場職員が担当している。八丈島、青ヶ島、八丈島、三倉島、三宅島、大島、豊島、大島,三宅島、三宅島、三倉島、八丈島,島、伊豆諸島の地形図東方航空では専用の塗装を施した機材を用意し、八丈島空港を拠点に運航を行っている。基本的に一機で賄えるスケジュールであるが、定期検査や整備に備え、常にもう一機を東京ヘリポートなどに、 待機させている。また、飛行区間のほとんどが会場であるため、園外対策として、最終便後に毎日エンジン内部の清掃を行っている。また、伊豆鳥島で行われている、アホードリ保護活動において、人員や物資輸送、また、小笠原諸島、向島までのアホドリヒナの輸送などで、予備機が東方航空のチャーターヘリとして運行されていた。ありがとうございます。